点差9ありましたので、まあ、ここはファイナル進出の2位を死守という感じなんでしょうかね、若宮さんね。そうですね。さあそれでは今日の試合振り返っていきましょう。第1マッチはスターシニー出雲ペア対浜本木原ペアという対戦になりました。第1ゲームを浜本木原ペアが取ったんですが、日本ペイントのペアが第2、第3と取り返しました。徐々にこのいつもスターシーのペアのコンビネーションが良くなってきた印象ありますね。そうですね、ダブルスとして3戦目ということもあって、まあ、特に出雲選手の調子も良さそうでしたので、まあ、いい戦いぶりでしたね。さあそしてここは日本ペイントマレッツ、小塩、そして木下アビール、神奈川、長崎の対戦。まあ、今直前までご覧いただいたビクトリーマッチと同じ組み合わせになったんですが、この第2マッチに関してはオジオが粘って粘ってちょっと勝ち急いだ長崎との勝負に勝ったという形になりました。まあ、落ち着いてオジオ選手も打たれても打たれてもしっかり勝って粘っていましたので、試合展開すごく良かったと思います。さあこれでマッチカウント2対0と、連敗脱出に向けて紅葉が差し込んできたかに見えたんですけれども、ここから木下アビール神奈川が反撃です。木原美優がスターシニーとの激戦を制しました。木原選手出だしバックハンド少し調子悪かったんですけれども、はい、まあ、もう第1ゲームの中盤以降は完全に調子上げてきていましたので、さすがの強さを見せてくれましたね。バックの打ち合いは本当にこう無敵状態という感じでしたね、はい。さあそして日本ペイントマレッツ、カットマンの相馬と木下アビール神奈川は森園瑞希です。今日は第1マッチ第2マッチとこの野島 T リーグ、まあ、初めての勝利ということを挙げた、まあ、選手が勝ったんですが、この森園瑞希も今シーズンこれでシングルス初勝利なんですね。はい、まあ、カット打ち得意な選手だったんですけれども、この負けている状態で落ち着いて自分のやることをできたのは素晴らしい試合展開でした。さあそして今先ほどまでお伝えしておりましたビクトリーマッチ、17歳の長崎と14歳の小塩、今日の第2マッチの再戦になりました。そうですね、やはり第2マッチと似たような展開になったんですけれども、やはり第2マッチよりは長崎選手が打ち急がずに少し落ち着いて試合できたというのが勝因の一つだったと思います。そしてこの序盤リードした長崎によく小塩が追いつきましたね。そうですね、諦めず粘り強く頑張りましたね。最後は長崎の返球エッジに当たりましてポイントになりました。木原とも抱き合ってということで、